はい、というわけで、深掘り TV ニコニコ生放送始まりました。司会のジョーです。よろしくお願いいたします。12月の25日、今日はクリスマスということになりますが、年内最後の深掘り TV になります。東京の方でもオミクロン株の市中感染が確認されるというニュースの中、今日はですね、そのオミクロン株の最新情報と、そしてですね、日本のコロナ対策について徹底的に深掘りをしていこうと思っております。早速今日の出演陣紹介していきます。まずはレギュラー出演陣になります。ラッパーのダースレーダーさんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。もう新刊の方絶好調みたいでございますね。そうですね、なんとか、はい、なんとかということでやってます。体調の方も大丈夫そうで。はい、今朝はですね、僕の下の子の保育園の、あの発表会で、はい、僕はシークレットサンタで2歳児3歳児にプレゼントを渡す係をなるほどやってから来ました。そうで、帽子おしゃれというコメント来てます。最近帽子付いておりますけど。そうですね、あと寒くなりましたね。そうですね、寒くなりましたんで、はいはい、今日年内最後の深掘りになりますので、よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一方、レギュラー出演陣です。社会学者の宮台真司さんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。ダースさんね、5 years もうすぐ5年目に入りますね。あ、そうなんですか。そうですよ、来年の4月11日で一応5年生き延びたことになるので。はいはいはい。でこの間検査受けたら、一応現状維持できているので、下り坂を、腎臓の場合下り坂を下がらなければ、なんとかっていうことで、来年5周年っていうかね、生き延びたっていう、満期5年っていうイベントをやろうと思います。満期5年、いいですね。じゃあ定番のね、はい、ゼミネーターでいいですか。はい、お願いします。クリスマスってさ、はい、クリスマスイブっていう言い方があるじゃない。はい、で、あの用法が皆さん間違ってるんだよね。おお、そうなんですか。クリスマスイブの元はクリスマスイーブニングで、イーブンって真っ二つっていう意味ですよね。はいはいはい。で古い社会は例外なくね、日没で日が変わったんですよ。お、昔 の、 あのユダヤの社会イスラエルも日没で日が変わったんですよね。だから それがクリスマスイーブニングに当たるわけで、でそこからその夜を、その夜明けまでを後にクリスマスイブっていうようになったので、クリスマスイブっていうのはね、実はね、前日って意味じゃなくてクリスマスの当日っていう意味ですね。そうなんだ。そう、あともう一つ大事なこと、これがまさにゼミネタなんだけど、なぜ昼が、日没で終わるのかっていうと、夜って力を蓄える、力がみなぎっていくっていう時間なんです。先制体の時間なんですよね。だから例えば人間だったら動物だと眠るよね、そうそう、眠って力が蘇って、蘇った力を日が昇ったら使う。だから聖なるもの、ホーリーとかセイクリッドっていうのは力が湧き出すところを言うんですよね。夜は聖なるもので、で昼間は俗なるもの、でエネルギーを使い切ったところで日が終わると、でこれが元々の人間の当たり前の感受性だったのに、皆さん忘れちゃってるでしょ。つまりそれはクズになってるってことですね。そういうことですね。はい、クリスマスイブ一つとっても僕らがクズになってるってことがよく分かってしまうということでございますが、もうこの話を聞いただけで課金していただいてよかったんじゃないかなというそんな感じもしておりますが、宮田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて今夜のゲストになります、医学博士で特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所理事長でいらっしゃいます上正弘さんです。上さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。僕とは別のメディアで何度か Zoom でお仕事させていただきましたし、宮台さんとは何か紙面で提談とか対談をなさっているということですかね。週刊現代上で、ね、はいはい、3度ほど、はい、それと僕はそれ以前に上先生に猿病院を紹介していただいて。お、そうですか。はい、それでとてもですね、僕の健康に役立っていて、ありがとうございます。命の恩人でもそうなんですね。ダースさんとは初めまして。初めまして、はい、ということでございますけど、はい、もう上先生の方はもう忖度しない医師として、もういろんなメディアでバンバン発言しておりますので、まあ、今日もオミクロンの最新の情報、そしてですね、なんといっても日本のコロナ対策の問題点、ここをですね、ズバッとその暗部をえぐっていただければと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは討論の方に入る前にですね、まずアンケートを取っていきたいなと思います。まずは、定番の質問です。本当に皆さんの年齢教えていただければと思いますが、普段は30代、40代、50代の方がメインに見ていただいているんですが、最近10代、20代のユーザーの方も増えております。あなたの年齢教えてくださいということで、選択肢1から7までで、選んでいただければ幸いです。まあ、ちょうどね、このオミクロン株の市中感染が確認されたというニュースも入ってきているタイミングです。おそらくたくさんの幅広い年齢層の方が見ていただいていると思いますが、今日のユーザーはこんな感じです。アンケートの結果見てみましょう。はい、ドン。あ、
恋人といるかどうかも聞いてほしいっていう、そんなの聞いてどうするんですかって感じがありますけども、2人で見てるってことですか。そうですね、30代が 20.9%、 40代 34.9%、 50代が 23.3% ということで、ボリューム層はいつもの一緒、30代40代50代ですが、10代20代の方も、少ないですが今日も見てくださっております。ちょっとコメントしていいですか。お願いします。若い人ほど見なきゃいけないんです、うんうんうん、この深掘りはね、うん、なぜかっていうと若い人たちってね、あのゼミの学生含めてとにかく将来不安に怯えてるんですよね。で、2つの方向性があって、1つは会社に入るなど、うん、社会で自分は何ができるんだろうか、どういうポジションになるんだろうか、もう1つは家族と性愛ではね、自分は果たして恋人を見つけて結婚できるだろうか。で、残念だけど社会でのポジション取りもほとんど意味がない時代に入っていくし、で統計的に言うと特に女の人は相手を見つけるのは非常に難しいかできないかっていうことになっているので、うんうん、ぼんやりと生きていけばなんとかなるというふうに思ってらっしゃるあなた、はい、もう無理ですよ、はい、そういう時にどういう構えで生きていけばいいのかということをこの深掘り TV が皆さんにご案内しますので、はい、ぜひご覧くださいね。ありがとうございます、はい、人生の道先案内人としても、はい、宮台さんね、2021の終わりに近づいて急にすごいブーストがかかってますね、うん、1週間しかないのに。そうですね、今日何が起きるか取りこぼしのないようにみたいな感じがします、はい、そんな感じでございますけど、ファイブイヤーズ感が映っていると思いますそういうことですね。でも明日にね持ち越してはいけないっていうのが、うん、これ今なんか音が回った、音が回ってますね、うん、はい、コロナ禍でね、うん、やっぱり持ち越した結果が僕はやっぱり日本のコロナ対策の失敗っていうのは、いろんなことを持ち越そうとして持ち越してる間に状況が勝手に良くなるだろうと思ったけど、そんなにそうは問屋を下ろさねえよっていうことがあちこちで起こっていると思うので、うんうん、やっぱり今を生きるっていうのは大事だなっていうのを改めて、ね、うん、思いましたね。ということでございますけど、もう一問アンケートの方を取りたいと思います、岸田内閣のコロナ対策の評価、皆さんはどんな風に感じてらっしゃるでしょうか。まあもちろんこれ水際対策とそれから国内、対策ということになると思いますが、もう水際対策でいうと市中感染が確認されてはいるんですが、まあ細かくちょっと内容を聞かなきゃいけないんですが、まあ、ざっくりと皆さんのインプレッションを教えていただければと思っています、岸田内閣のコロナ対策の評価、大いに評価、評価している、あまり評価していない、ダメ、よくわからないということになりますが、1から5の中から選んでいただければ思います、まあ、本当はねもうちょっと細かく項目立てなければいけないのは分かっているんですが、まず皆さんのちょっとインプレッションを教えてください。4番ダメっていうのはね、本当はこういうのは書いちゃいけないんだよ評価しているいないだから、うん、4番目本当は評価していない、いないですねダメって書いてあるいきなりダメだよねダメですよ、まあまあ、もう来る時時間がなくてダメ略するとそういうことだ、そういうことなんですけどね。これちなみに上先生、1から5の中から選ぶとすると、岸田内閣のコロナ対策どんなの。いや私は評価2番ですけどね。2番ですか、はいはい、評価している、はい、なるほど。宮台さんは。僕はよくわからないですね。よくわからない、よくわからない、うんうんうん、水際対策がうまくいってるのかどうかもよくわからないし、あとやっぱり PCR が十分に数がね、盛り上がっていないっていうのもなぜなのかよくわからない。そうですね、ただ上先生はね、もう以前からお話ししてきて、まあ、でも日本の社会のシステムを前提にするとこれはもう、岸田がどうの安倍のどうのっていう問題じゃなくて、ね、まあ、どこを切っても金太郎安倍のなんとかの顔みたいな問題 で、うんうんうん、でそこで岸田、まあ、内閣ができるのと、うん、って考えてみるとまあまあなのかなっていうのが多分評価だと思うんですね。なるほどね、うん、まあ所詮はある意味別の人が振り付けをしてる人がいて、うん、まあその中ではすごくこう振り付け役に対して反抗しているのかなという感じは感じなくもないんですが、ダースさんちなみに岸田内閣のコロナ対策。そうですね、まあだから、はい、具体的にどういったことをされているのかっていうのが今一つ可視化されてない中で、うんうん、その水際対策に関しては空港を抗原検査でやっていて PCR は取り入れてないですよね。そうですね。でこれだけ要は絞れているタイミングで PCR になぜ切り替えていないのかっていうのが、結局そういった態度が今後いろんなところにまた出てくるっていう繰り返しになるのかなっていう意味では、水際対策だけをまずはやろうって言ったところでいきなりそこで PCR はやらないんだっていうのはちょっとなぜだろうっていうのがあります。この一節ではね、うん、抗原検査のキットをたくさん買ってしまったので、うん、アベノナクスバスモデルと同じで、うん、使わないと使わないけど一層やってるけどね、こいつがだいぶ前から語られたりしてましたね、まあ、表向きは一応そこで、まあ、空港に対して体力的なその負担をかけないというふうに
に神さん言ってますけども、宮出さんが言ったような、まあ、そういうふうな理解で よろしかったんでしょうかね。まあ、そうなんでしょうね、うん、あの負担は変わらないはずですよ、はいはい、PCR も抗原も変わらないので、感度は落ちるので、うん、だからこれまでの辻褄合わせでしょうね。ということですよね。今更方向転換できないんだと思いますよ。そうですよね、はい、まあ、そこが一番の問題だと思うんですよね。確かに。で、せっかく岸田さんが変わったから方向転換しても OK なタイミングなはずなのに、できない心理的な縛りが、まあ、結局あるんだろうなっていうところに、まあ、あの日本社会のとか日本の政権交代が起きないっていう状況の問題点がやっぱり根強くあるなと思います、ね、結局変えてしまうと今までやってきたことがダメだという評価になってしまうと、そこでハレーションが起きるというのもありますし、ということなのかもしれませんが、マスク一つね、失敗したという言い方はできないわけです。できない、黙って捨てる、うん、あの必要な人には分配するっていうね。岸田はビビリ屋さんなんでね、うん、あのやっぱ安倍の影響力を怖がっているし、あの官邸官僚を含めた、ね、はいはいはい、あの役人の、まあ、日本語でいうサボタージュが怖いっていうのもあってね、うん、まあ、八方丸く的なことをずっと言ってるしやってきているってところあるよね、うん、ということですが、ユーザーの皆さんどんな評価でしょうか。アンケートの結果見てみましょう。こちらです。はい、どうでしょうかね。あ、でも一番多いのはダメ、ダメという言葉に惹かれちゃったかな、ごめん、俺の書き方が悪かったかもしれませんが、ダメが 46.2% です。あまり評価していないが 25.6%、その次はわからないが 21.8%、 大いに評価 1.3%、上先生と同じ評価しているは 5.1% ということになりますが、今日はですね、このあとまだ2時間以上をかけて、新型のオミクロン株について、そしてもちろんこの岸田内閣のコロナ対策について、そして今後の予想を、さらにですね、日本のコロナ対策の問題点を徹底的に深掘りしていこうと思っておりますが、 新種のオミクロン株のところぐらいまでは公共性が高い内容ですので、会員登録せず無料でも拝見していただこうと思っておりますが、そこから先は会員限定のコンテンツになります。皆さん最後までご覧いただくには会員登録をしていただきまして、ぜひとも今日も最後までこのディープな議論にお付き合いください。月額550円、月に2回の配信となっております。さあ、それではですね、早速議論の方をしていこうと思うんですが、まずは、まあ、もうコロナ禍という、ね、コロナという言葉に接して上先生、我々2年ぐらいの時間を過ごそうとしているんですが、ここまでに分かってきたことを簡単にちょっと整理をしておきたいなというふうに思っております。で、今日本においては11月、この12月、緊急事態宣言が10月に明けましたけども、まあ、コロナ禍が収まっているように見えてはいます。この理由っていうのはちなみにどんなふうに考えたらいいでしょうか。分からないんですよね。分からない、うん、今ですね、この冬になってもう明らかに質的に異様な反応なんです、うんうんうん、実はアジア全域、中央アジアでも西アジアでも東南アジアでも南アジアでも夏以降もう流行ってないんですよ、うんうん、流行ってるのは韓国とラオスとベトナムだけなんですね、うん、南米も流行ってないんです、うん、ところが、ヨーロッパ、北米、アフリカはずっと増えてるんですね。でこれもともと同じデルタ株が夏には世界中流行ったのに、この冬には真っ二つに割れてるんです、うん、なぜなのか分かんないんですよ、うん、北米とかアフリカはもう大流行、世界の合計トータルではもうこの冬過去最大なんです、うんうん、なぜ日本が、日本だけじゃないんですよ、うん、明らかに質的な反応なんです、うんうんうん、でその理由がよくわからない。変な見方をすればアジアとか南米とかはもう収束しちゃってる可能性すらあるんです。あ、なるほど。でオミクロン株なんかも日本より先に入ってる国ってあるんですね、うんうんうん、例えば国内感染は例えばシンガポールとかインドとかはもう分かってるんですよ、うん、イギリスとの交流が多い国ですよね、はいはい、そういう国でも感染者増えてないです。オミクロンには置き換わってるんですよ、うん、増えてなくて、ただ今後日本にもオミクロン入ってきて爆発的に増えるのはもちろんあります。もちろんあるんですけど、うん、ここまでの状況は明らかに違う反応が起こっているので、うん、この状況を踏まえて議論しないといけないんですが、うん、あんまりそういう認識は日本ではないですよね。なるほどね。上先生ね、僕そのインターネットでいくつか情報収集してね、うん、こうかなと思ったことがあります。それはオミクロン株には従来 そのコロナ風邪、まあ、4種類の普通のコロナ風邪の部品が随分
入り込んでいる。で、季節性のコロナ風邪といえば、あのアジアの人たち夜じゃない冬になると風邪をひきますよね、うんうん、なのでもともとそういう僕らが抗体を持っているような種類のウイルスに似た属性になっているからではないかとかって勝手に思ったんですが、うん、そういう可能性はないですかね。十分ありえますよね、うん、ただそれで説明つかないのは、うん、夏場に流行したデルタが冬場に流行してないんですそうか、なるほどね。さっきおっしゃったっていうのは、うん、免疫現在って言い方するんですけど、うん、こうコロナで複数のタイプがあるんですが、うん、最初にかかったコロナ流行前ですよ、うん、かかったコロナに対して強い免疫を持つことが多く、うん、他のタイプでちょっと弱いんじゃないかと、うん、今回の新型コロナっていうのはアジアとか、まあ、南米とかこういう地域で流行ってたコロナに近いんじゃないかっていう研究者はいるんですよ、うん、でそういうのが影響するっていうのは実は英国の研究者なんかもこれネイチャーとかにこう出してて、うんうんうん、そういう意味は随分研究進んでるんですけど、うん、夏と冬が同じはずなのに、うん、冬が流行が収まっちゃってるところが説明がつかないんですね。よく言われるのは、ワクチンの資料って出ますかね。世界のワクチン接種率、これは3回目のブースターではなくて、いわゆる2回目まで、というやつの接種率なんですけども、今画面の方に資料が出てくると思います。日本は何割だっけな、もう結構の割合でいってますよね。日本は上ですからもう 78.1%、 これ2回目の、ね、接種まで終わってるのが日本が 78.1%。 ただし上先生、おそらく日本っていうのはオリンピックを目安に、ワクチン接種を急いだと思いますので、8月以降に接種した人がだいたい4割強ぐらいいると思うんですよね、うん、だからつまり欧米に比べるとワクチンの接種が遅かった、半年ぐらい遅かったので、ちょうど、ワクチンの効き目が欧米は落ちてきたタイミングで、はいはい、今このオミクロンが流行っていて、日本はまだそのワクチンに対する免疫が非常にあるので、この第6波が大きくなっていないのかなとも思うんですが、その要素はあるでしょうね、うん、他は南米でも東南アジアでも南アジアでも日本とは気候が違うので、温帯以上の国で鎖国してない、中国とかは別にして、はい、流行ってないが少なくて、日本とイスラエルなんですよね、うんうんうん、イスラエル追加接種ですけど、はいはい、その可能性は十分にあると思います、うん、なるほど、うん、というところで言うと、ワクチンに関して言うと、ここまでで言うと、意味がないということではないんですか。いや、もう画期的ですよね。それはそうですよね。もうだって今年の夏の死亡者っていうのはもう春と全然違うので、もう画期的な仕事だと思いますよ。なるほど、はい、ちょっと社会学でお話とするとね、はい、日本すごく今接種率が高いでしょ、はい、これは日本人の、僕よく言う劣等性と言ってるもの、つまり会社で打つようになるともうみんな打たざるを得ないとか、あるいは会社で打たなくても職場の人の大半が打っている時に自分だけ打たないということができないっていうね、そういうピアプレッシャーとか同調圧力に日本人が弱いっていうところが、こういうところでね、いわゆる動員、モビライゼーション、動員にすごく効いてきてるので、ね、日本人のダメさも何事もそうだけど、いつもダメなわけじゃなくて、いいところもあるねっていうことですね。いい風に作用する時もあるっていう、そうね、職域接種の力ってやっぱすごい大きかったですね。それこそ70年代の高度成長期の日本企業的な意味でのワクチン接種っていうのがうまくいったっていう、こともあるかもしれないですよね。そういうことですね。あとね、その感染っていうところで言うと、初期はその飛沫感染みたいなことを言われていて、ディスタンスだマスクだってこと言われてたと思うんですけど、途中からそのエアゾルみたいな感染だというふうにこう言われだしたと思うんですけど、結局のところここまでのデルタ株で言うと感染の仕方っていうのはどういうふうに僕ら考えたらよろしいですか。いや、もう全く変わっちゃいましたよね、ほぼ全てが近かろうが遠かろうがエアロゾルの感染だって言われてましてね、エアロゾルってもう唾とこう物理動態が違うんです、はい、肺の奥からほんの小さいのが出てきて、温度が高いものだから出たら流体上がっていくんです、上がる際にもう水が飛ぶので、もう長時間上に舞うんですよ、でそういうのを吸い込むん で一番最初これエアロゾルだって言い出したのがこうダイヤモンドプリンセスで別の部屋に移った時なんですね、それから3月ぐらいに中国で5000例ぐらいの研究が出て、屋外感染っていないんだって言い出したんですよ、で飛沫だと屋外感染がいないの説明がつかないんです。確かにそうか、だから今はもうコロナ対策で3密なんて言ってるとこなくて、いろんなもの
換気、建物の換気で強制換気かなりしてるんですよ、はい、建物ごとに違うんです。アメリカなんかは感染者が入ってない1時間に12回換気しなさいって言ってるんですよね。うん、あとはですね、フィルターでろ過する以外にこういう部屋の上の方だけ紫外線当てろみたいなのが出てるんですよ。面白い。うん、紫外線でまあウイルス死にますからね、はいはいはい、でサイエンスってまあ学術誌があるんですが10月号だったかな、そこでですね、もう我々のこれまでの感染対策は間違っていたってこう間違ってたって書くんですよ。有名な先生が根拠不十分で言ったことをみんな盲目的に信じていたんだって、でコロナで初めて呼吸器ウイルスってものをしっかり検証して、どうやら大部分は唾じゃなくて肺の奥の方から出てくる小さいエロゾルが空中舞うのを吸うんだって言い出したんですね。なるほど、もともとそうだったということですね。そうです、多分全部そうだろうって、はい、うん、なるほどね、最初からそうだった、はい、っていうことですよね。研究が追いついてなかったという、そうですことですね。でもああいうのは見事ですよね、間違ってましたって言うんですからね、うんうん、絶対日本の、ではありえないというか医系機関では絶対言わなそうな発言ですけども、っていうことで言うと、ごめんなさい、あの素人なんであえて聞いちゃいますけども、例えばマスクであるとか手洗いであるとかっていうことは、この有効性っていうのはどういうふうに僕ら考えたらよろしいですか？ですね、臨床薬って複雑系なのでやってみないと分からないのは、マスクは最近になってランダム化試験で結果が出てきて、エールかハーバードがバングラかどっかでやった試験がやっぱ半分減らしてるんですよ。あ、なるほど。手洗いは私実証見たことないんですが、まあ効果がひょっとしたらないかもしれませんけど、うんうん、まあ、それぐらいやっても害がないので、うん、やっときましょうみたいな感じだと思いますよ。なるほど、はい、リスクがないのでやってみたらいいんじゃないかと、うん、まあ、手洗い自体がね、別に他のことに対してもね、そうですね、洗っとけば、ね、インフルにも効くし、ね、うん、そうですね、本当にそうですね。コロナ対策が全然ないっていうのは、やっぱりその手洗いとか消毒が徹底、かなりのレベルで徹底されてるっていうのがやっぱあるんですかね。私はそれはあんまり関係ないと思いますよ。関係ないんだ。なぜなら世界中で流行ってないので。あ、もうじゃあインフルってもの自体が流行ってない。今なぜかわからないんです。なんか、それはわからない、うん、ドラスティックな理由だと思いますよ。もっとウイルスが干渉するとか、なんか、うん、まあ、そういうなんかいろんな理由があったと思いますよ。うんうん、あのですね、インフルエンザは国を閉じると基本的に流行らないんです、はい、9.11 のテロの時ってアメリカで流行らなかったんですよ。それと比べると圧倒的に閉じてるので、あのインフルエンザは季節が超えるともう国内に入れないんですね。だからどっかの流行る国に行かなきゃいけないので、コロナみたいな年中どっかで流行ってるのとはちょっと違うんですよね。ちなみにコロナが流行ってもインフルエンザが流行るということはありえるんですか？理論的にはありえます。ありえます。アメリカでちょっと流行ってますよね今。確かに。じゃあ、まあ、もしかしたら日本今そんなにこれインフルエンザも爆発的な流行ではないですけども、ここから先流行ってくる可能性がないわけではない。私は国境を上げると来ると思うんですけどね。閉じてますからね。あの 9.11 ぐらいの国境封鎖で入らなかったので、うんうんうん、多分今ぐらい閉じてると相当抑制はされると思うんですけどね。なるほど。そのマスクで半分っていうのは、はい、そのエアロゾル感染であったとしてもマスク着用することがになるんですけどね、うん、だけどエアロゾルなんかマスクどれぐらい取れるか怪しいもんなので、うん、ランダム化試験ってのはもう本当に無作為に割り付けちゃうので、まあ、かなり信頼性高いんですよ、うん、でバングラデシュみたいなのはおそらくそんなにみんなつけてない状態でもつけた人5割減らしてるので、うん、何かあるんでしょうね。ひょっとしたらマスクがエアロゾルを抑えてるのかもしれませんけどね、それは分からないですけど。なるほどね。まあでも2分の1の確率で、まあ不織布マスクですよね。あの布、話題の布マスクでは布はダメだったんです。効果やっぱ布は効果なかった布はやっぱ効果、はい、やっぱり安倍さんはやっぱり金の水どぶにしてくれたっていうことなのかもしれませんけど、あとここまで その各国の、ね、コロナ対策、まあ、あの初期からあの見てみますと、ダースさんもよくおっしゃってたと思うんですが、このコロナっていうのは各国にこう配られた共通一次試験みたいなもので、うん、それぞれの国が、ね、いろんな回答を書いていて、うん、せーので、ね、始めましたから ね、はい、ね、うん、まあ、ある意味その国の、まあ、持っている力みたいなものがこう試されたんじゃないかなということで、ちょっとごめんなさい、僕がバタバタバタ と書いたので、ひょっとしたら正確性に欠けるかもしれないので間違ってたら神先生直していただきたいと思うんですが、僕の認識で言うとスウェーデンとかブラジルみたいなところは割とこう集団免疫を獲得しようみたいな、うん、そんな動きだったと思います、出口としてはね。で中国や台湾はこれもデジタル監視で、まあ、ゼロコロナ型と言えばいいんでしょうか。
それからまあ欧米はですね、まあ、ロックダウンもしていましたし、そして何といっても、PCR 検査をとにかく拡大して、うん、人を動かせないで無症状の人も含めて PCR 検査を拡大して、まあその陽性反応の人を動かさないようにするということを徹底していたと思います。日本なんですけども、初期はクラスター追及をしていたイメージがありますね。で PCR 検査でいうと何でしたっけ、37.5度が4日以上続けば病院に行ってくださいという謎のルールがありましたけども、まあ、そこからあとはですね、基本的には経済を止めるような欧米のような強いロックダウンはせず、ですが PCR 検査を拡張せんしなかったために、いわゆる無症状の人が、まあ、市中感染を起こし、まあ、その結果、感染者が増え、しかもですね、病床問題で、まあ、これはまた後で日本のコロナ対策の問題点で話をしようと思いますが、日本は実は OECD の中では病床の数というのは圧倒的に多いんですが、ほとんどコロナに対して病床を割かなかったということもあって医療が逼迫してしまったと、まあ、大きく分けてこの、まあ、4つぐらいの形なのかなと思ってはいるんですが、改めて上先生に振り返っていただいて、今、世界で標準とされているコロナ対策の方法、うん、日本人知らない人がいるかもしれないんで、うん、これが標準だよっていうのを教えていただければと思います。はい、中国と欧米とはもう、国の方針の違いなんですよ、うんうんうん、もう水際で完全に食い止めるっていうのと、はい、入ってきてもうまくやっていくって。だ日本の極端な違いって、日本は医療じゃないんです、うん、世界の先進国は医療ベースにやってるんですね。なるほど。感染者を治すっていう。だから日本の場合、どうしてクラスターかっていうと、日本の感染症対策ができたのは明治の半ばなんです。幕末に開国して以降、病原菌が入ってくるんですね。はい、その当担当者は旧内務省衛生警察がやってたんですが、うん、感染者の隔離だけじゃなくて、家族の隔離および隣近所を家に閉じ込めたんです。あ、これがクラスター対策、濃厚接触者のひな形なんです。なるほど。で、こういう対応を取った国、公衆衛生って言うんですが、うん、世界のひな形っていうのは19世紀のビクトリア朝時代に労働者が、まあ、ロンドンに集まってきて、コレラが流行るので下水とか上水道の管理をしていくんですよ、うんうんうん、当然資本家階級が金出すんですね、うん、日本は警察と、あとワクチンのユーザーである旧帝国陸軍とが作った仕組みなんです、うんうんうん、決定的にないのが患者医療者の視点なんです、うん、普通は7度5分4日間検査をしちゃいけないなんで、あれ憲法違反ですよね、うん、医療を受ける権利はもう基本的人権なので。そうですよね、うん、でそれを厚生省が上書きできたってのは明治の時にできた法律なんです、うん、旧内務省がやってて、厚生省はそこから分かれるんですよ、うん、昭和13年に分かれるんで、うん、で日本のまあ近代化を反映した仕組みで、別に異形の技官とかああいう政治家がなんか突然悪いわけじゃなくて、従来通りやったんです、うん、従来通りやって、それが明治の頃の対応そのまま、人権意識がダメ でこれは決定的に失敗したのが、医師患者関係だと同意さえ取れれば試行錯誤できるんです、うん、もう皆様これがいいと思えば変わるんですよ、うん、ところがこう衛生警察みたいなのはもう法的根拠をしっかりしないとできないじゃないですか、うん、もう簡単には変わらなくて、安倍菅さんですら変えれないんです、うん、これが今そのまま暴走してる感じしますけどね。なるほど、すごい、なんかすごく腑に落ちる話でしたね今のはね、うんうん、面白いですね今の衛生警察の発想がね、うんうん、民の次元でも、はい、自粛警察として受け継がれてますよ、ね、確かにそうですね、そのまんまですね、そうですよね、だから医療っていう視座を全然取らない、取らないっていう、むしろ社会を分断して閉じ込めるとか接触できないようにするとか、要は警察が取り締まった上で、うん、そのこぼれ落ちたものをいきなり医療にバンっていきなり押し付けるっていうことになってるから、医療側の体制っていうものもそれに対応してないから、まあ、すぐに逼迫してしまうというか、ある種なんか別のことを同時にやってる感じがしますよね。結局症状が出ちゃったら医療になるわけじゃないですか。で症状が出るまでの感染症対策は医療と関係ないことでやってて、で患者になった途端突如病院面倒にこう回されるっていうの でもうそこのこの無理やり感でいろんな騒ぎが生じているっていうのもこの医療逼迫の背景にあるのかなっていう、うん、すごくなんか起こっていることが割と評価していく感じがしますね。そうですね、
スウェーデンのね、はい、これあのデグネルさんっていうね、はい、あのそのコロナの担当の人がやってた方向性だけど、あの集団免疫っていう言い方がちょっと拡張されちゃってね、あの社会学的な意味がかなり誤解されたと思います、はいはい、テグネル氏の方向性って、あの社会学では普遍主義的政策っていうふうに言うんだけれど、うん、基本あの必要な情報、信頼できる情報を政府ができる限り発信して、うん、でその情報をもとにあのまだ学説的にも、ね、定まっていない中で各人が最も賢明だと思う行動を自己責任でやってくれる。なるほど。あの欧米の自己責任っていうのは日本のような、ね、意味で自業自得っていう意味では使われないで、うんうん、何かをするときに自分でやってくださいっていうのを自己責任で考えて自分でやってください、事前の構えのことを言ってるんですよね、うんうん、で何が普遍主義かっていうと、その結果あの各人の試行錯誤が、うん、まあ、場合によってはまさにトライアル&エラーだからエラーになっちゃうこともあるよ、はい、でそれについては政府があの税金を使って支援しますっていうね、うん、これがあの別にコロナ対策に限らず普遍主義的政策と言われるものの基本なんです。短く言うと、皆さんが自己責任で試行錯誤してください、失敗は税金でカバーしますので、またリセットしてリエントリーしてまた試行錯誤してくださいねっていうのがスウェーデンのテグネル氏が主張していたやり方なんですよ。なるほど、ね、日本の自己責任とは全然違います、ね、全然違います、ね、日本はなんか失敗するとお前のせいだ、お前は退場みたいな、 そうそう、それが自己責任ですよね。そうそう、うん、お前は自分でケツを拭けが自己責任でしょ。そういう使い方は、ね、欧米ではしないので、皆さんそこのところよろしくお願いします、はいはい、これ上先生、あの今ちなみにこうコロナ対策の世界のスタンダードって どういうふうに考えたら、まあ、中国台湾型か、はい、欧米型ですよね。なるほど、うん、あの基本はあの感染者を守ることなんですよ、うんうんうん、だからケースバイケースの積み重ねなんですね、うん、国家が一律に基準決めてやりましょうみたいなやり方はしてないんです、うんうんうん、さっき宮台先生スウェーデンのことをおっしゃいましたが、うんうん、あの我々の世界スウェーデンって国民皆保険みたいなああいう医療サービスが優れてるんですね、うん、実はワクチン接種率なんかも高いんです、うん、日本ってあんま高くないんですよ、うん、我々の研究所で調べたことあるんですが、はい、国家の信頼度とワクチン接種ほぼ相関するんです。ああそうなんですね。で消費税率も相関するんですね。あ、まあ、それはそうですね。よく北欧は国が小さいからだとおっしゃる方いるんですが、うん、バルト三国はワクチン接種も低いし消費税率も低いんですよ、うん、私の知人の、元財務官僚の方いるんですが、議論して面白いなと思ったのが、戦争で蹂躙されている国は上げれないんですよと、うんうん、日本で国民皆保険ができたのは国家が誤ったんですよと、うん、所得税もどんどん下げたしと、うん、やっぱ国の信頼感というのは我々のまあ親の世代は戦争を経験してて焼け野原まで行ってるので、国家ってものが信頼できないと思うんですよね、うん、でこういうスウェーデンみたいな政策を取るのは日本は無理だと思うんですよ。なるほど、まあ、投票率を見ればよく分かる話ですね。話がね、多分、はい、まあ、今回の本題ではないと思うんですけども、よくその政治経済のね、あの政治家の主張である種の北欧型福祉国家を目指そうみたいなことを割と簡単に言う人って多くて、うん、はいはい、僕はあのご説もごもっともなんですけど、うん、その前提となる、うん、その信頼されてるからこそ行える政策っていうのの信頼を得るっていうところが、うん、その福祉国会にして増税してうんぬんって話をしてる限り信頼されないから、うん、あのその信頼されなきゃできない政策を信頼されてない政府を元にやろうとするっていう負の連鎖で結局ずっと失敗し続けるっていうことになるんじゃないかなっていうのが、まあ、実際はその経済対策だけじゃなくてワクチン等もやっぱり信頼されているっていう前提でできることと信頼されてないっていう前提でできることでも違うっていうことですよね、うん、だからこのあたりは日本政府が信頼されていないっていうのはね、あのちょっと日を見るよりも明らかに、ね、多分ね、あのダスさんね、信頼されていない状態から信頼されている状態に向かうという動きがあるかどうかっていうのはすごい大事でしょ、うん、で、あのこれも社会学社会思想的に言うと民主制の基本ってあの議論が、つまり議会でのね、で討論や議論が人々から透明に見えるってことなんですよね。でヨーロッパのコロナ対策の基本って議会で決めていきます、うん、なので議会の討論ってこれテレビでも見れるし
で新聞でも報じられるから、あ、そうか、そういう理由でこういう対策が提案されるのねっていうことを反対派でさえ理解できるっていうことが重要ですよね。日本でそうじゃなくて官邸官僚が決める、その根拠になる理屈やデータは不明、でただ従えっていうふうに国会も開かない、ね、でこれで信頼することは難しいよね、でさらにプラスアルファで言うとね、あの議会でそう反対派から見るとそういう理屈で、この例えばロックダウンするんだってことが分かると、で理屈は理解したけど俺は納得していないっていう人のために最後に首相が出てきて、それはメルケルさんみたいな人だよね、アーダーンさんみたいな人が、国民に向かって説得するんですよ、国民の目を見てね、でここは私を信頼してほしいと、あなたたちのためを思って考えていることだからっていうふうにやるって、これが民主制の、あの大規模な国での民主制の基本なんですよね、大規模な国では代議制以外取れない、直接民主制無理ですよね、そういう中で政府が信頼を獲得するための方法はこういうことなんじゃないかっていうふうにメソッドが実は確立してるんですよね。で日本って全然ダメで、でそういう不透明な状況で決定してうまくいかなかったら墓穴を掘る、つまりますます信頼されなくなるんです。そうですね、負の連鎖ですよね。そうですね、はい、ということでございますけど、上先生、一応ね、後でまたゆっくり話すとして、これ日本が向かうべき対策の方針としてはやはりこう欧米型というふうに考えた方がよろしいですか。はい、あのこういうのはもう科学の世界でグローバルスタンダードができるんです、はい、もう2年もあったら試行錯誤して、ですね、もうほぼ、もうコンセンサスができてるんですよ、マスで検査をして感染者を隔離する、で高齢の方は治療薬、できればワクチンを打っていく、でもうその施策やるしかないんですが、日本は検査の部分だけがもうどうしても抵抗しますよね、ワクチンや治療薬は、まあ、それなりにやってるんですけど、ですから検査しないから蔓延するまで気づかないっていう、もう選択肢はないんです、ないです、もうコンセンサスが世界にあるので。なるほど、はい、まあ、その PCR 検査が拡大拡張していかない理由については後で後ほど有料会員になってからしっかりと日本のこの医学界感染村のですね暗号へ売り出していこうと思ってますが、まあ先ほど冒頭にもちょっとオミクロンの話は出たんですが、このオミクロンの話をして無料のパートは終わりにしたいと思っております。まあ、上先生の中ではまだ分からないことも多いということだったんですけども、ただ感染は欧米を中心に大きく拡大はしております。まずは、世界のオミクロンの現状というやつが出ますでしょうか。はい、簡単に資料はまとめてあります。まあ、それがアジアに当てはまるかどうかというのはまた別の話なんですが、こちらですね、12月に入って欧米ではこのオミクロン株による感染が、ひたすら増えております。感染者の数、アメリカは12月10日平均で1週間の平均で11万8000人余り、新たに入院する人の数は7400人余りということでございます。ニューヨーク州のホークル知事は屋内での営業する店舗や公共の施設に対し、すべての利用者や従業員にワクチン接種証明の提示かマスクの着用のいずれかを義務付けるという発表がありました。12月の15日韓国、ただこれさっき上先生に聞いたら韓国は別にオミクロンでは今ないですね、はい、感染者数は7622人ということでこれまでで2番目の多さ、重症者数も989人と過去最多ということを記録していますが、オミクロンではないということです。12月の16日になりますとニューヨーク、アメリカニューヨーク州、ニューヨーク市ですね、1日に報告される感染者数の数が1万人を超えました。そして CDC によりますとニューヨーク州、ニュージャージー州の感染者に占めるオミクロン株の割合が 13% に上るということですので、かなりのですね感染者数の方の 13% がオミクロンということですし、それからウイルスの検査では陽性になる人の割合は 7.5% ということで非常に高い水準を示しております。そして、おとといですね、ヨーロッパの方を見ましてフランス、イタリアでは1日の感染者数がフランスで9万人を超え、イタリアでも4万人を超えたということになっております。日本の方の状況出ますでしょうか。はい、日本の方の状況はこんな感じです。24日の感染確認状況ということで全国で26人、空港検疫で16人ということで、
東京でも4名の感染、うち1人が市中感染ということになっております。そして濃厚接触者の数なんですが、こちらの方も12月の23日現在で7819人という数が出ております。ということなんですが、あとあれかな、オミクロンのちょっと仕組みだけ簡単に見ておきましょう。まあ、この辺も皆さんいろんなメディアですでにご覧になっていることだとは思いますが、入ってますでしょうかね。はい、オミクロン株の仕組みということで、スパイクのタンパク質に30箇所以上の変異があるということで、まあ、今までのものとは似て非なるものだということが言っている医学関係者おります。次の資料出ますでしょうか。はい、仕組みについてちょっと簡単にまず見ていただいて、後で上先生にも追加があれば質問、説明していただこうと思っております。アルファ株、ベータ株、ガンマ株、デルタ株とこのオミクロン株での比較なんですが、それぞれですね、こうした特性の違いがありまして、まあ、感染力が高いというようなことが言われてはいます。もう一枚出ますでしょうか。はい、これも似たような資料なんですけどね、はい、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、そしてオミクロンということで、比べてみると重症化のリスク、感染力、そしてワクチン効果ということで、このふうに資料もまとめてあります。さあ上先生、ちょっとまだわからないことだらけということもなんですが、一般的に言われているその感染力が高いということと、あまり重症化のリスクが少ないんじゃないかということが言われてはいるんですけど、この辺っていうのはいかがなの。感染力は、アフリカと欧州では高いことはもう確認されてるんですね。なるほど。ところがアジアはまだ私分からないと思う。なぜなら例えば今冬だけ見たらデルタ株は欧米では感染力が高いんですが、日本は感染力が低いことになっちゃうんですよ。だからアジアの中でオミクロンが一気に流行した地域があれば多分そうなると思います、うんうんうん、まだ確認されてないんで正直わからないです。むしろ沖縄の基地の中であれだけ流行して出入りの日本人がかなりいるのに沖縄で広まっていませんから、 そうですね、その辺はまだ見なきゃいけないところなんですね、うん、で重症化率が低いっていうのはアフリカはもう平均年齢が若いですからね、うん、若い人が重症化しないのはこれまでと同じなんです。なるほど、なるほど。でヨーロッパ、特にイギリスのデータですけど、うん、旧宗主国って関係で南アフリカとイギリスはまあ情報の流通が早いんですよ、はい、で英国に関しては追加接種がもう 40% か 50% 終わってて、もう高齢者全部カバーしてるんです、うん、最近ワクチンを打ったばっかりの高齢者でクラスターを起こしてないということが、もし感染力が強くて日本に入ってきて、日本は先進国で唯一追加接種ができてない国なんです。そうですね。で本当に弱毒かどうかはそれも見てみなきゃわからないと思ってます、うんうん、ひょっとしたら日本は強毒になる可能性もありますよね、うんうんうん、だからポイントは日本での致死率がどうなるかとか、アジアの致死率とか、あるいはアジアの中で本当に感染力が高いのかみたいなのは見ないとまだ何とも言えないと思うんですよね、うん、なるほど。宮田さん、いかがですか。ヨーロッパやアメリカすでにオミクロンにかなり置き換わっているところでの重症化率や死亡率はどうなんでしょうか。低いです。低いですね。もうそれも再現性もって低いので、はい、ただ追加接種の、向こうのは6から8ヶ月っていうのは、はい、要は高齢者をもう年内に打ち終わってるんです、はい、だから最近打ったばっかりなんです高齢者は、うん、さすがにそういうのは強いんだと思いますよ、うんうん、なるほどね。まあ、じゃあ欧米はそこは ある意味、その年寄りが重症化しやすいというその特徴を見事にリカバーできていて、ブースター接種でなので重症化が少ない、はい、これはもう計算してやってますから。なるほど。今年の5月にイスラエルで、イスラエルってのは世界で最速でワクチン接種を終えて、うん、1月に高齢者を終えちゃってるんです、うん、5月に致死率がバッと上がったんです、うん、で6月7月で感染者が増えて7月からもう追加接種してるんです、うん、このイスラエルはこの冬デルタ株が西側諸国で唯一増えなかった国なんです、うん、あれも見てもう大急ぎで追加接種を先進国を始めたので、うん、やらなかったのは日本だけなんです、うん、これはもう明確な間違いです、うん、なるほど。日本はその追加接種でいうと、まあ、
従来は確か8ヶ月置いてみたいな議論だったと思うんですけど、うん、岸田内閣はもう少し手前に倒すことは言ってますよね、うん、あれは一番最初は厚労省の役人がわからなかったんですよ、はいはいはい、アメリカの8ヶ月っていうのは要するに年内に高齢者を打ち終わるっていうことだったんですね、うん、で彼は2ヶ月ぐらい経って気づくんです、うん、9月ぐらいの8ヶ月で11月ぐらいに早めるっていうんです、うん、そしたらそんなんできないって、うん、言い出して、特に東京特別区ができないって言って区長会なんか正式に抗議してます、うんうん、で私が聞いてるのは、まあ、公明党とかそういうのいろんな絡みで政治決着したんですが、うん、あれを早めたのは岸田さんの政治決断です、うん、だけど8とか6とかもう意味ないんですよ、うん、そうですよ、来年2月に打っても意味ないんですね、うん、打つんだったら11月12日国内に3000万件以上余ってるので、それを余ってる自治体からすぐ打たなきゃいけないんですが、その判断は岸田さんはしなかったです。まあ、どっちにしてもあの夏以降で打ってる僕らもちょっとずつ抗体は弱くなっているはずなので、この市中感染のタイミングでひょっとしたら3回目のブースターを打つ前に重症化する人がわーっと増える可能性は日本の場合はあり得るってことですね。あります、はい、先進国で一番免疫が落ちている国が日本ですからね、今このタイミングでってことですよね、はい、だけどその3回目のブースターはもうちょっと先なので、はい、そのまでのいわゆるこうグレーゾーンの間にやられちゃう可能性があるという。今国内には2021年に輸入したものから実際に打ったものが4500万あるんです、うん、破棄したものもあるので実際3000数百万あるんです、うん、そしたらもうハイリスクを全部カバーするんです、うん、だからもう即座にあるとこすぐ打ってくれってやればいいんですが、うん、全国一斉とかなんか接種券配るとか言ってて時期用意してるんですね、うん、なるほど。あ、これはこのタイミングが実は非常に大事っていうことですね。はい、このタイミングで3回目のブースターを打っていればイスラエルや欧米のように少なくとも、まあ、少なくとも欧米のように年寄りの重症化を防ぐことができると思います。っていうことです、はい、なるほどね。でもっと言えば若い人まで打てばイスラエルのようにこの、そうです、あの いわゆるオミクロンも僕らはその大きく拡大せずに抑える可能性が非常に高いということですね、はい、イスラエルは西側で唯一冬の流行を抑え切った国なので、なるほど。今が非常に大事なタイミングということですけども、ただまあ分科会の発表を見ていると、あのとりあえずは年末年始は人が多いんで、なるべくこう規制を決めてない人は規制をしないでくださいというようなレベルの発表で終わってますが、この辺というのは実行力っていうのは、私は反対で、今日スポーツ庁が小中学校の体力が、調査開始以来最低だって あ、まあ、そうです、あ、そうですか、うん、あんなことすると年寄りの体力落ちるんですよ、うん、2020年も21年も流行時に同じぐらい致死率が前年より高まってるんです、うん、流行の規模全然違うのでおそらく持病悪化させてるんですね、うん、今の日本の問題ってのはコロナさえで死ななきゃいいと、うん、何も死んだっていいんだって、でこういう日常生活と違うことをすると必ず弱者が落ちるんです、健康を害するんです、うん、そういう国民の健康目線って皆無なんですよね、うん、なるほどね、コロナ遊びになっちゃってるんですよ、うん、なるほど、はい、誰が得するかというか誰があるいは損しないかぐらいな、そうです、でもコロナの議論なんですっていうことですね、医学全体ではない、健康全体ではない、そうです、健康の議論してないんですよ、うん、あ、そうか、これ福島で全く同じことが起きたんです、うん、原発事故で放射線で亡くなった人はゼロだったんですが、うん、健康を害して亡くなった高齢者は多くて、日本ではあまり議論されませんが、世界のいろんな国際機関では災害は高齢者の国では災害関連死の方がはるかに多いから注意しなさいってなったんですね。あ、多分コロナ関連死がものすごく多いはずなんです。うん、いや、すごい、あの本当に僕その通りだなと思っていて、うん、そのコロナっていうのに対しての反応、コロナっていうものを例えばこっち来るなとかそういうレベルも含めて、 それって心ここメンタル面でのストレスにも必ずなっていると思うし、そういったそのあの実家帰ってくるなとかあのそういったもう発言をしていること自体がメンタルへのダメージがあるっていうのもあの含めて、で、まあ、そうやって我慢してじゃあ家を出ませんっていうことをやってることのメンタルのダメージもあると思うし、でそういったことってある種計測できてないっていうか、コロナ軸で見ていると
そのコロナに対する対策が万全だから大丈夫だろうと思い込んでいる人は多いと思うんですけども、その間にすごくボディーブローのようなストレスとかプレッシャーを2年間にわたってずっと受け続けているっていうのが、まあ、それこそじゃあいつそれが数値になって出てくるのかっていうと、もしかしたら逆に流行が今落ち着いたとかっていうふうにそのタガが外れた瞬間にそういったボディーブローが急にボンって効いてくるっていうのはすごくあり得ると思いますね、うんうん、加えてね、はい、言うと、はい、今度はさっきの日本人の特性がね、うん、悪い方向に出ている可能性があると思います、うん、ヨーロッパではね、昨年の2月にジョルジョ・アガンベンが、まあ、ロックダウンに抗議をする、まあ、アナウンスをしましたよね、はい、で、これは非常に大きな影響力があって、実際ロックダウンした場所では若い人たちの暴動も起こったりしていて、別にこれはアガンベンの言ったことで起こったというよりも、うん、これはまあヨーロッパのある種のコモンセンスだよね、つまり、うん、法の奴隷ではないということ、うんうん、だからロックダウンでパーティーができない、セックスができない、そうしたことはありえねえだろうってことですよね。単に生きてりゃいいわけじゃないと、尊厳ある生活を送りたいんだよみんな。で、それをまさにジョルジョ・アガンベンが代弁したんだよね。単にむき出しの性、生きてりゃいいってことじゃなくて、意味ある性、つまり尊厳のある性を送れなければ実は生きてる意味はないんだと、っていうことですよね、うん、でだから僕は自粛警察の人たちってかわいそうな法の奴隷でね、これはまさに日本人の劣等性の表れだけれど、例えば路上飲みをしているとかね、コロナ禍でもセックスをしているとか、僕はそういう人たちを基本やっぱり擁護していたんですね、うん、でそれはその医学的な視点ではない、一般に根拠のない行政命令に対して従う必要はないっていうね、そういうコモンセンスがより分厚くあるってことが良いことだからということですね、うん、ということですね、うん、さあ、時刻の方が8時になろうとしていますので、無料での、こちらはここまでとさせていただきます。ここから先はですね、会員限定のコンテンツになります。改めまして、番組の冒頭でアンケートを取りました岸田内閣の対応も細かく検証、さらにこの後の予想、まあ、これは第6波に限らずなんですが、コロナ自体は一体今後どうなっていくのかというところも含めて、そして、まあ、今日の一番の大きなテーマになります、これ、上先生の著書になりますが、日本のコロナ対策はなぜ迷走するのかという毎日新聞出版の方から出ている本ですが、この本の中でも書いてあるんですが、まあ、日本のコロナ感染村というよりのかな、感染村やそしてこう医学界の問題をですね、今日は徹底的に深掘りしていこうと思っておりますので、ぜひとも会員登録していただきまして、最後までご覧いただければ幸いです。さあ、その前にちょっといくつかお知らせありますよね。どれかあ、これね、お知らせね、はい、じゃあまずは、9日のやつから言いましょう。はい、深掘りなんでまずは9日のお知らせからさせていただきます。はい、この深掘りの TV プレゼンツでやっております配信トークライブ第3弾でございますね、ノーリミットトークの新春スペシャルが行われます。こちらは1月の9日土曜日、14時からロフト9渋谷です。メンバーはいつも通り、近田春夫さん、そして津田大輔さんをゲストにお迎えしまして、配信はせずに現地観覧のみで行います。チケット絶賛発売中でも、もうだいぶ残り数が少ないようですので、よろしければなくなる前にぜひともチケットの購入よろしくお願いいたします、これチケット3000円プラスワンドリンク、だいたい毎回4時間か5時間ぐらい投稿しておりますので、ぜひとも長期戦を覚悟に、まあ、もちろん途中で退出していただいても構いませんが、遊びに来ていただければ幸いです。そしてもう一つ年明けイベントありますね、前回映画監督の原和夫さんが、この番組遊びに来てくださってですね、水俣マンダラの話をさせていただいたんですが、この間ですね、私の仲のいい、ミュージシャン曽我部圭一さんと話をしていたら、実は原監督の大ファンだということで、うん、原和夫監督と曽我部圭一さんの、劇トークというのを対談でやってもらいます、プラス、この日はですね、曽我部圭一さんがスペシャルライブも行ってくれます、場所の方は、先ほどのイベントと同じくロフト9渋谷です、1月の6日木曜日、19時からになります。監督も、この映画にまつわる、エピソード、まだ話してないエピソードを徹底的に話すというふうにおっしゃってまして、水俣曼荼羅と
と、そして雪雪手進軍について徹底的にお話をしていきます。こちらの方は現地チケット1000円プラスワンドリンク、それから上横溝チャンネルの方での配信もありますので、会場に来れない方はぜひとも配信でもチェックしてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つ、ダッサン行きましょうかね。ダッサンの書籍の方、先ほど冒頭でもちょっと触れました、はい、武器としてのヒップホップ、ダースレーダーさんの新刊でございます。ダースさん、何か一言お願いいたします。はい、今、少しずつ読んでくれてる人が、あの、読みましたという感想が聞こえてきてるのでね、はい、なんか、あの、いろいろ読んだ人と話がしたいと思っているので、あの、読みましたよって人との、お話ししたいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。はい、宮田さん、何か告知ありますか。いや、はい、ツイッター僕のフォローしてみてください。いろんなイベントをやります。あの、ですよね。YMCA のキャンプ系のイベントもやりますし、はい、なんかいろいろあって全然覚えてない。覚えてありませんが、いろいろあります。はい、もうとにかくね、今10代からもファンがいるという宮台先生でございますけども、宮台さんの SNS ぜひとも皆さんもご覧ください。でもそれでも先ほど申し上げたことだけど、はい、あの、今本当に若い人たちってコロナ禍でね、あの、もう実際ね、あの、自殺率がすごく上がってるんですよ、ご存知だと思いますけど、皆さんもね、はい、で、僕はまあそうなるだろうと思ってたってこともあって、基本僕の授業はコロナ禍でも対面でやっていたし、あの、時には渋谷でパーティーもやっていたっていうことです。で、それはね、まさに意味ある性、尊厳ある性に必要なことだからやってきたってことだけど、その冒頭に申し上げたと思うけどね、あの、日本の社会も、あるいは日本の人間ね、もう、あの、どんどん質が低下しつつあるっていう現実があります。それは統計的にいくらでも裏付けられるんです。まあ、暴走っていう形ですけれどもね、なので実は皆さんね、生き方の構えを定めないと、特にこのコロナ禍のような機会にそれをしないとね、残念だけど、あの、幸せになれませんので、あの、このコロナ禍の制度もね、まあ、統治能力の低さ、皆さん目にしたでしょ。これから後半まさにその話をすることになるわけだけど、そうですね、それね、簡単に変わるはずがないんですよ、野党が政権取ったら変わる、そんなことは絶対にないんですよ、偉い人が首相になったら変わる、そんなことは絶対にないんですよ。で、なので、あの、実は皆さんの実存の構え、こういうダメな社会を生きていくときにどういう構えでいるべきなのか、それはね、お仕事される方もそうだ、その有効な仕事をしていこうというふうに僕も努力しているし、皆さんも努力しているけど、日本の社会の中だとなかなかそれはうまくいかないっていう時に打ちひしがれるべきなのかね、それでもニコニコ前に進むべきなのかっていうことは、実は皆さんどういう構えているのかってことに関わってるんですよね。で、それで言うと、どんどん、まあ、とにかく若い人になればなるほどへたれが増えてるんで、あの、ぜひ深掘りとか、あるいはね、その僕の動画とかを見て、そうですね、希望を抱いてくださいね。はい、よろしくお願いします。上先生、何か告知関係ございますでしょうか。私は特に大丈夫です。はい、はい、そして、次回の深掘り TV の方なんですが、もう日程とゲストの方が決まっておりますので、それも最後のお知らせして会員限定のコンテンツに切り替えたいと思います。次回の深掘り TV はですね、2月の13日の木曜日21時からです。東京大学大学院教授の、本田由紀さんをお招きしまして、本田先生の近所がですね、日本ってどんな国ということで、この日本のですね、様態をですね、いろんなデータで解説している本でございます。こちらの方も非常に、売れている本なんですが、こちらの方をテキストに、まあ、今の日本の状態を客観的に見ながら、どんな問題があり、そのですね、問題の解決方法も話していこうと思っております。プラス、2022年の1回目の放送ということになりますので、2022年の動向に関しても多角的に深掘りしていきます。ぜひとも皆さん、1月そして2022年も深掘り TV の方よろしくお願いいたしますということになります。ということで、ちょっとインフォメーション続きましたが、ここから先は会員限定のコンテンツ、ぜひ皆さん登録して最後までお付き合いください。じゃあ、ここで会員限定コンテンツに切り替えます。